おいっすね、いいっすね。おー、いいよ、バッチリ今。そうそうそう。ナイスワン、ツー。そうそう。おー、いいっすね、いいっすね。皆さんこんにちは、内山隆のノックアウトチャンネルの時間です。今日は初の、女性が来てくださいました。では総合格闘家の杉山静香さんです。どうもどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。杉山静香です。よろしくお願いします。じゃあすごいですね、今すごい人気のある格闘家です。まあ、YouTube も、ね、すごい人気ありますから、ちょっと僕もそれにあやかって、いやいや、やめてください。人気出させてもらおうかなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。もちろんで、僕はね、ちょっとせっかくなんで、こうボクシング技術とかそういったものをまあ教えたいと思いますので、ぜひ今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ボクサーはやっぱりボクシングのパンチ、来るパンチを大体決まってますから、それに対して教えますけど、キックとか総合の選手はやっぱり膝だったりタックだったり違うんで、あんまりだからそこのなんですか、細かい技術の面はそこまで教えないですね。基本、本当に基本のその使えるパンチっていうものしか基本は僕は教えないです。こだわったボディーとか、なんかのウィービングとか教えちゃうと、それ試合で生きるかどうかもわからないんで、まあ本当に基本なことやって、あとは自分でアレンジしてもらうって感じですね。 OK です。 OK です。はい、やべえなこいつって思われないから。大丈夫です、大丈夫です。一通りちょっと1ラウンドぐらい見ておけたいと思うんで、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ジャブ、お、ナイス、いいっすね。ストレート、重いですね、やっぱね。いいっす、バッチリ、バッチリでしょ。そう、ワンツー、ストレートフックで。ヤマトっぽいっす。フックが。あ、確かに。山田が結構触りました。まあ、いつもいろいろアドバイスはもらいます。打ち方すげえそっくり。嘘。すぐ分かりました、今。山田っぽいフックだ。すごい。喜んでるんですよね。いいです。いや、いいですよ。あいつのフックすごい強いですから。めっちゃ嬉しいです。はい、じゃあ、ちょっと、今、ジャンプをもう一回思い切り止まっていいですか。思いっきり。OK、そうです。まず、はい、足のスピードがこうちょっとゆっくりなんですよ。こういう感じなんで、はい、足を早く前に一歩だけでいいんで、回しだけのこの足をちょっと早くイメージして、そうですそうです。で、足のスピードを意識するもん、これを早くちょっとやってみてください。そう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 、そうそう、そう、結構早くなったら早くなりません？めっちゃ違う。全然違う。はい、まあ今のは前足だけ持っていくパターンなんで、前足だけ、次これをこれで、あとはこの一瞬肩をクッと内側に入れる感じです。だからこのままこういくんじゃなくて、少しそうそうです。そう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 、そうそう、それで足のスピードを意識してやってみます。そう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 、そう、前に、そう、そう、そう、肩入れて、そうそうそう、ナイスナイス、そう、いいっすね、早い、変わった、飲み込みが全然違う、早い。もうジャブでも本当にジャブ の手のスピードがこれだけで若干ですけど速くなるんで、
このパンチのスピードってやっぱりちょっと上がるだけで全然違うんで、はい、うん、びっくりしていますすごいですね、はい、まあ、これだけでも全然変わるんで、はい、ちょっとストレートとかもねめちゃくちゃ変えていきたいと思います。はい、OK、はい、です。ストレートはまあいいですね、うん、マジか。普通にあの強いしパワーもあるし、はい、まあちょっともっとさらに強くしてみましょう。で今のストレートをまあ今どこ意識します？さっきここ意識します？あ、OK です、 OK です。このスピード意識してもらって、でこっち側に少し体重を乗せる感じですね、はい、したこれに最後手を出すだけなんで、このスピードです。このスピードを意識して、はい、そうです、そうです、この一瞬のスピードですね。そう、それで形から抜いてちょっといきましょう。ちょっと、はい、最後絞るスピード、はい、おー、いいっすね、いいっすね。そうそう、いいよ、バッチリ今。そうそうそう、ナイス、おー、いいっすねいいですね、引きますね。打ったことない。ナイス。どうですか、感覚的に。いや、自分のものとは思えないぐらい。拳に当たる時も感覚違いません？全然違います。これをもう意識しないでいるトレーナーだったら試合でもっと相手に効かすことができるし KO 率も上がると思うんですよね。はい、いや、すごい。じゃあちょっとワンツーいきましょう。まずバランスが左打って右行った時にちょっとこう前足の方にこう出ちゃう感じなんですよ。じゃなくて前足は膝はこう足より前出さないように、ちょっとここにここら辺で体重を抑えるんですね、はい、はい、これ絶対こう前に行かないようにして、ね、そうそうそう、後ろ、まあそこはストレートなんですけど、後ろ膝を、あと後ろ膝を少し折る感じ、これが伸びないんで、そうそう、ちょっとそれ意識してストレートやってみましょう。そうそうそう、で今また前に来てますね。これが、はい、かかとが浮いちゃうってことは、はい、バーシーに体重いっちゃってる、はい、かかと浮かないで、そうそうそう、そうです、はい、そう、肩抜き早く、そう、そう、で突き刺すイメージ、こっちにこう流れるんじゃなくてまっすぐ打ちのイメージ、胸を前に出さないで、はい、そう、流さない、そうそうそう、おー、ナイスナイス、そう、そうそうそう、今ですね、今の感じです、はい、でこれを回そうと思ってちょっと一人たまにこういう力入っちゃうんで、はい、もっと力入れてここにちょっと落とす、それに最後手を出す、であとは足が前に行かないように、でもう一回ちょっとワンツーいってみましょう、はい、そうそうそう、ああ、今ですね、ナイスワンツー、ああ、そうです、そうです、足があんまりこう動いてないとパンチは届かないですよ、はい、足やっぱ一歩入れることによってパンチは伸びるんで、そうです、この切り方、うん、いいや、そうそうそう、で、次ワンツーで次ジャブ打った時に右ストレートがこう体が正面向いちゃってるんですよ。ジャブ最初にワンツーの時のジャブだけでもですか、ワンツー打つまで、そうそうそう、で今この状態はすごくいいです、はい、でその時に体が正面向いちゃうとストレートがこれしか体回らないんで、ジャブの時にちょっと意識して少し肩をちょっと低いイメージ、若干、そうそう、ここから勢いよく出せるんでゆっくり1で1回止めましょう、
1でそうそう。でそこから回します。そうそうそう。でそうそう。そうそうそう。そう。そうです。そう。そうです。そう。右なんか早く。そうそうそう。で今1、2なんですね。行ったらもうこれ引くと同時に左を引くと右を引くと同時にワンツーワン、ね、そう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 、ワンそうそうそう、そのくらい右肩少し、あ、左肩少し引く感じ、ね、ちょっとこう右に意識してやってみて、これは正面にあるとどうしても強いパンチ打てないんで、ちょっと引く感じ、そうそうそう。で、あと後ろ足が今打った時にこうブレブレってなっちゃうので、これが止まる感じ。グッと押して、グッと押してもらって、グッと押してください。そうそう。そうそうで当たった時に力抜けないんで、そう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 。そうです。ちょっとその感覚で足をしっかり落とす。膝後ろ足、膝を落とす。それをイメージして、そう、ナイスナイスナイス、そうそうそう、 OK です、ありがとうございます。これ意識していけばもっともっとパンチ強くなります。はい、はい、すごいです。違いますよね、そりゃすごいですよね。でも、ジャブとストレートが本当に一瞬でやっぱりインパクトの瞬間めちゃくちゃ良くなりましたね。ちなみに今サウスポーやったじゃないですか。普段試合の時はどっちが構えるんですか。オーソドックスサウスポー。どっちもですけど、ほとんどサウスポーです。あ、ほとんどサウスポーの右フックが苦手ってことですね。あ、まあそんな使えないって感じですね。ほとんどちょんちょんちょん。でも全然右フック良かったですけど、ちょっともう一回ストレートフックで。ワンズフックのミスです。ワンズフックでしょ。じゃあ、まずワンズフックがこの時に体がこうちょっとこっち側にしてるんですよ、体重が。だからフックのちょっと体勢を取ってもらっていいですか。フックの方で力を入れて押してもらっていいですか。そうするとこっちに弱いんですよ、体勢が立っちゃってるんで、はい、こうなってるんで、はい、相手に当たっても結局自分の体がバランスが残ってないんで、はい、当たってもちょっと反動でこっちに流れちゃうんですよ。そうすると当たったダメージってそのまま相手に伝わらないんで、膝を少し内側に切りましょう。内側に、そう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 、いいですね、いいですね。その体勢、はい、で、反動です。で、体重がその時に若干後ろ側に、ここら辺に体重が乗るように、そうそうそう、一回じゃあ体入れてからグッ、そう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 、いいですね、そう、重さが全然違うんです。もう一回いきましょう。そうで、それでストレートフックもう一回いきましょうか。そうそうそう、で今ちょっとこっちまで来すぎたじゃないですか。これをその感覚でここで止める感じ、はい、そうそうそう、そうそうそう、ワンツーフックでいきましょう。はい、そう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 、いいっすね、そう、ナイス、そう、そう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 、いいです、バッチリです、バッチリです。痛い痛いぐらいちゃんと打ててるっていうのが、そうだ、結構キックの選手とかその選手で教えるじゃないですか。みんな、いや手の皮むけたの初めてですとかよく言うんですよ、はい、だそんだけしっかり拳で伝わってないんですよ、はい、
当たったパンチが。なので最初はまあ今痛いっていうのは多分そこまでの衝撃は今まで練習で当たってないから多分慣れてないから痛いと思うんですけど、でそれが本来あの持ってる力なんで、はい、これが活かせれば全然試合でもっともっといい試合できると思います。うわ、ありがとうございます。素晴らしい、すごい魔法持っててやっぱ痛いですもん、結構こっちも。本当ですか。はい、拳が当たってんなって感じになりますもん。当たってますね、うん、でもこんなに変わると。いや全然変わりますよ。とっても嬉しいです。はい、ちょっとね止まりすぎちゃってるんですよ。ああ、打って打って、はい、打ってになってるんで、はい、常に動きましょう。はい、打ったら自分で動く、自分で打ったら自分で動く、打ったら自分で動く。ちょっとこれ意識してもう一回見ていきましょうか。はい、はい、そう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 、常にそうそう、距離感距離感、そうそうそう、そうナイス、動く、そうそう、大丈夫です。あのもう感覚なんで、試合してる時ってやっぱ動くじゃないですか。はい、はい、別にボクシングのステップを使われてるわけじゃないんで、はい、とにかく体が打って止まっちゃったのが癖になってるんで、打ったら自分で動くってことでした。はい、それと今いいですね、足の感じ。そう、そうです。 OK です、 OK です、バッチリです。ありがとうございます。いいですね。パンチャーではやっぱまあもともとパワーがあるんでパンチャーやっぱ重いですね。はい、まあこれプラスあとキレが欲しいですね。うん、キレがもっと自然についたらまあ結構簡単に倒れるんじゃないですかね、あれ。本当ですか。でも自分で、まあ、一番変化が、うん、分かりますね。分かります。あ、なるほどです。すごい違いが、はい。じゃあちょっと、じゃあちょっと次のラウンドで2分間じゃあ続けてずっとミットいいですか。はい。はい。お願いします。総合選手なかなか打撃のスタミナっていうのは結構。うん、あまりやらないんで、きついと思うんですけど、ちょっと2分間ですか。はい、あります。追い込んでいます。はい。打ったら動く。打ったら動く。足を動かす。足を常に。足を動かす。まあ、だから、カイ君とかも、常にやっぱこう、ね、常に足を動かすようにしてるんで、はい、だ試合の時はずっとそれ生きてますからね。はい、相手が入ってきたらすぐ動いて、はい、出入りが大事なんで、はい、ちょっとそれ意識していきましょうか。はい、行きます。お願いします。はい、どうぞ。はい、ダブル。おー、ナイスダブル。2発目でしょ。うん、そう、そう、ジャブ2発打ったらすぐ動く。そう、そう、そう、スケールなんだ。ワンツー、おー、ナイスワンツー。パンチ上行かないように。そう、そう、そう、ワンツーフック、おー、ナイス。ジャブ、ジャブ、ストレートいきましょう。ストレート、そうです。じゃあ、ラスのようにまっすぐ突き出す。おー、ナイス。おー、いいっすね、いいっすね。おー、ナイス、いいパンチ。おー、ナイス。ジャブ、ジャブ、フック、ストレート。トーン。ジャブ、ジャブ、ストレート、フック。ジャブ、バックステップ、ジャブ、もう一回踏み込んでジャブ、バックステップ、うん、よし、あ、そう、
バックステップ、ああそう、踏み込む後ろ足しっかり蹴って、そう、はい、それと、出そう、OK、そうですね、スタミナも大丈夫、すごい。いや、疲れてないし、疲れてます。すごい。いや、難しいけど、すっごい面白い。すっごい楽しい。いい、でもね、やっぱ教えてて面白いです。急に変わるんで、よかったです。すごい。全然ダメなんだけど、こんなに嬉しいことってあるんですね。いや、もうよく見て嬉しいですね。すごい。いや、もう、今教えた中でもこんぐらいできてるんで、これちょっとずつ頭の中意識して、シャドウとかでも練習したら、はい、もう全然1週間2週間でだいぶ変わるんで、はい、はい、まあ今日はね、ちょっと基本的な、まあ、体重の乗せ方とか単発の強く打つ打ち方しか教えてないんですけど、はい、まあね、今後またもしやるようで技術論とかもまたいろいろ教えていきたいと思いますので、はい、また次回ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ざわした。ありがとうございました。これは日本刀だと思ってください。いつもおっしゃってますね、はい。日本刀だと思う緊張感で、はい、いいですか、はい、じゃあ日本選手でいきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ女というのは僕は油断しないですからね。はい、お願いします。よろしくお願いします。始め。今もう左足ないですから。次こうですよ。ここがもうちょっと禁止の状態ですね。じゃあ2本目、まあ、俺取ったらもう勝ちですからね。おお、はじめ。うわっ、腕落とされた。腕落とされた。タイミング、自分も見えなかったんですけど。思いっきり当たりました。何度じゃあ1-1で、じゃあこれで罰ゲームで腕立て50回します。はい、はい、勝てばいいですもんね。勝てばいいです。行きましょう。じゃあ3本目、はじめ。ちょっとすんなこれ。いい勝負でしたね、意外と。ありがとうございます。ではね、俺やっぱ無敗だって豪語しましたけど、よくよく考えたら小学生相手でした、全員。それ無敗ですよね。石原さんに言われたらやるしかないですよ。はい、どっ、はい、2、いいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、30。ライバルは誰ですか？渡辺かな。ライバル。今で何勝何敗ですか？2敗です。40。2勝2敗。2、違う、3、あ、0、0。あ、かなさんと、はい、すいません、なんか疲れたところ。あ、9、分かんない。ラスト、頑張って。ラスト1。オッケー。じゃあこの後は僕ちょっとあの寝技を教わるんで、はい、へし折られないように気をつけてあります。今度は勝ちます。